第二次世界大戦中、ドイツ軍の U ボートはその神出鬼没の行動と強烈な破壊力によって全世界に名を馳せました。ドイツ軍が誇る潜水艦、しかし乗組員の4分の3は帰らぬ人となりました。一方、連合国側の犠牲者は3万人、敵味方ともに膨大な命が奪われました。作戦の指揮は一人の有能な司令官に任されていました。総統の信頼を勝ち得、ヒトラーの後継者の地位にたどり着いた男、それがカール・デーニッツです。デーニッツは軍人として最高司令官のヒトラーにあくまで忠実だったのです。ヒトラーの命令はたとえ意に染まなくても従う、そういう人物でした。海軍のトップたる人物がナチスの野望と深く結びついた時、悲劇は約束されました。彼には多くの兵士を死に駆り立てた責任があります。100% の愛国者だったのです。つまり彼は自分を含め全ての国民を祖国ドイツのしもべとみなしたのです。職務への忠実さ、本来ならば軍人として称えられるべき美点ですが、デーニッツは戦後まさにそのために法廷で裁かれました。Dem allmächtigen und allwissenden darum speak the pure truth.Dass ich die reine Wahrheit sage. Er muss es tun. Und er hätte nothing. Und nichts verschweigen. Und muss ich dann. Ich halte diese Kriegführung für berechtigt und habe nach meinem Gewissen gehandelt. Ich möchte das genauso wieder tun.19世紀末のベルリン、祖国と皇帝を敬う愛国の精神は多くの市民の胸に宿っていました。1891年、カール・デーニッツが生まれたのもそのような環境のもとでした。母親を早くに亡くし、彼と兄は技術者だった父親に育てられました。男女帯では愛情表現よりも規範への服従が優先されました。カールはあまり社交的ではありませんでしたが、成績は優秀でした。彼は早くから海軍士官になる夢を抱きます。1910年、ドイツ北部フレンスブルクの海軍兵学校に入学。士官候補生のカールは希望に満ちています。しかしその2年後、父親が他界します。頼るべき両親を失った青年は精神的な支えを求めました。ちょうどその頃、レーベンフェルト大尉のもとに配属され、以来この人物は彼の敬愛の的となりました。第一次世界大戦が始まる頃には、デーニッツは勇敢で凛々しい職業軍人になっていました。戦争中、彼は生涯を決定づけるものと出会います。それは海軍切手の新兵器 U ボートでした。1918年、デーニッツは U ボートの艦長となります。だが間もなく敗戦が訪れます。デーニッツがイギリスで捕虜生活を送る間に、ドイツでは革命が起こり、共和制が敷かれました。1919年、
解放された彼は混乱が続く祖国の土を踏みます。かろうじて存続を許されたドイツ海軍にデーニッツは戻ってきました。勤勉かつ賢明というのが彼に対する周りの評価でしたが、しかし内申書にはこのような人物評定も見られます。自己顕示欲強し、深刻な経済危機、仕事があるだけマシですが、デニッツ家の家計は逼迫しました。早くに結婚した彼の家庭には3人の子供がいました。毎月20日を過ぎるとおかゆかスープぐらいしか並びませんでした。よほどゆとりがなかったんですね。ただうちの母はもともとやりくりが苦手でした。ですから家計が苦しかったのは父の稼ぎのせいばかりとも言えません。国民の危機感を利用し力を伸ばす人物がいます。アドルフ・ヒトラーは強大なドイツへの欲求をかきたて、瞬く間に票をさらいました。ナチスの暴力的な振る舞いさえ人々の目には強力なリーダーシップの証と映ったのです。強力な指導者はまず邪魔者の排除から始めました。ドイツ海軍は新しい国家元首に無条件で従います。多くの軍人同様、デーニッツもこの断固たる指導者を歓迎しました。ヒトラー政権の軍備拡張計画は特に軍人としての功名心をくすぐりました。1936年、デーニッツは抜擢され大佐として U ボート艦隊の指揮に当たりました。彼は潜水艦による戦略構想を立てます。その熱意と深い知識は相当ヒトラーの目にも留まるほどでした。デーニッツはいつ報告を求められても翌朝には全ての資料を整えていました。そして U ボートの開発や訓練について明確に論じたのです。彼の迅速な状況判断や決断力は指揮官として際立っていました。当時の海軍総司令官は潜水艦よりも大型戦艦を戦略の要とみなしていました。ヒトラー総統の承認を得て、開戦前には巨大戦艦の建造計画に着手します。だがデーニッツはこの戦艦重視の方針に疑いを抱いていました。ドイツ海軍の強敵は大艦隊を誇る島国イギリスでした。そのイギリスを打ち破る一つの鍵が海上の通商ルートを断つことでした。デーニッツは機動力の面で潜水艦の利点を強調します。しかし彼の進言はまだ顧みられません。見せかけの平和の陰で人種的偏見と暴力が猛威を振るいます。
トラーはすでに戦争へ至るスケジュールを頭の中に描いていました。1930年代末のドイツ海軍は戦力の面でイギリスよりも格段に劣っていました。デーニッツは開戦の知らせに衝撃を受けます。彼は一旦部屋にこもり、30分ほどしてから現れました。その間に心を落ち着かせ、直面している現実を飲み下したのです。いかにも彼らしいやり方でした。彼はきっぱりと言いました。我々はやらなくてはならない。どんなに絶望的な事態でも果たすべき義務を守るのだと。実際あの当時ドイツ海軍にはほとんど勝ち目はないと思われました。デーニッツの手元にはわずか50隻ほどの U ボートのみ。彼は敵への不意打ちを命じます。イギリスの客船アテニア号は警告なしに魚雷を浴びせられ、112人が海に消えました。ニュースが世界を駆け巡るや、デーニッツの名は冷酷な指揮官の代表として連合国側の人々の胸に刻まれました。わずか1ヶ月後、 U ボート艦隊はスコットランドのイギリス海軍基地に奥深く侵入、停泊中の戦艦ロイヤルオーク号を撃沈します。開戦直後のベルリンはUボートの華々しい成功によって沸き返りました。敵を沈めた艦長とともに司令官デーニッツは海の英雄として凱旋します。ヒトラー総統の他にこのような盛大なパレードで迎えられる者はいませんでした。カール・デーニッツの名前はイギリスでは知らないものがないほどになりました。開戦直後のあのロイヤル・オーク号撃沈事件で我々は不意をつかれました。イギリス海軍基地スキャパフローの真下に彼は大胆にも艦隊を送り込んだのです。以来新聞にはいつも彼の名が見えました。おそらくゲーリングやゲッペルスに負けないくらい有名だったでしょう。イギリス首相チャーチルは予想外の攻撃に慌てました。後年彼はこう語っています。戦争中私が恐れたものはただ一つ、それはデーニッツの潜水艦だった。ヒトラーの陸軍はヨーロッパ大陸を西へ快進撃しました。今や大西洋岸の多くの港がドイツ軍の手に入ったのです。大西洋への通路の獲得は海軍の長年の夢でした。新しい拠点を生かし、 U ボートはイギリスの護送船団へ必要な攻撃を仕掛けました。その名も軍狼作戦。狼の群れのように数隻の潜水艦がまとまり一斉に襲いかかるのです。